はい、どうも、妖怪三国志国取り図図今回もやっていきます。今回はね、小生の名前が長いんで覚えられないんだけど、紀元盤上の発信アシュラっていうの、これ小生アシュラとも読んじゃうけど、小生アシュラね、入場方法について話していきたいなと思います。結構強いよねこのアシュラ。超混乱、超サボり、ぶつかりアップ、超混乱、超サボりとか本当イベントで使いたいって感じだよね。でぶつかりアップあるから早く必殺技打てるだろうし、普通に攻撃速度も速いし移動速度も速いし、かなりいいんじゃないかなと。味方全体力命中アップも、まあ5秒ならね、大体発動するから、発動条件もあるし、敵全体比、守り回避ダウン、豪傑容器上昇って感じでね。まあその、まあ今回ちょっとね、今回というかもう最近、スカイスネーカーからピンクエンペラーとね、非常に、まあいいのが続いてるなっていうのはあるんですけど、今回はね、それの入手についてちょっと話していきたいなと思います。今回ね、一応22セッションあって、入手方法としてはこれね、これ本当は何て読むんだろうね。この小生の流玉ね、いつもの100個集めようっていうのですね。まあ一応こういうステータスね、出てるけどね、力と回避、ヒットポイント高いよね。いいよな。で、一番あれは1個は500以内。そしてもう小生の流玉ね、100個200個集める。そしてアシュラをね、普通のアシュラを超10突運するっていうことで、でかけらがね、レアボス倒すと確率でゲットできるって感じなんだけど、まあだいたいね、1セッション今のところ 2.5 かな、今4セッションで 2.5 個なん、あ10個なんで、1セッションあたり 2.5 なんだよね、私はね。あとはね、到達ポイント140万で20個もらえると。で、あとね、ランクアップコイン。まあ、これね、この前20連して出なかったんだけど、ここからもね、排出されるということで、まあ、共闘お宝パスみたいな感じでね、一応チャンスはいろいろあると。で、私ね、前回140万って、無理だよと思ったんだけど、前回ね、いや、この時特攻あったかな、ちょっと後で再生リストを調べたいなと思うんだけど、888位で140万って言ってんだよね。で、この時20セッションだから、なんか20セッションでいいんだよな。なので、なんとなく今回の方が、この数字が合ってるとすると、大丈夫かな。結果ね、今回22セッションなんでね、22で、さっきも言ったけど、まあこの前のね、そう思うと前回のスゴロクって簡単でよかったよね。まあ難易度ちょっと上がったけどさ、今10個なんですよね。今4セッション目終わって10個、まあ終わってないんだけどね、もうちょっとフィーバー終えちゃったので、まあほぼほぼ4セッションで10個ということで、そう、1セッションあたり 2.5 個ドロップしてるのかな。142、忘れちゃったな、3ん忘れちゃったけど、もう10個落ちてんだから、なので予選賞で10個だから、20セッションで 2.5 個だから50個いくんだよね。で20個プラスで70個、であとにもう2セッションあるから、5個でしょ、50、今のペースだと75個なんだよね。だから足りねえということで、でね、共闘お宝パスよりね、かなりこっちでね、落とす確率は低いと思うので、結構難しい。という感じになってんだよな。で、あとは超十突だよね。で、超十突はね、一応、私ね、今回、コン変化しちゃおうかなと思っちゃってるから、ちょっとこんな感じになってんだけど、限界突破もね、これも書がね、
とあそこでゲットできる、あのランクアップコインでもゲットできて、うん、ミニがね結構落ちるので超10凸どうでしょうね。結構今回厳しいのかなと思いますね。ランクでもミニがゲットできるし、ただ多分私50前後だと思うので、うん、ちょっとこの辺何冊いけるのかなって、64はちょっと無理かなと思ってます。到達でもね、いくつかはいけるので、うん、まあ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 っていうとこですかね。グループのやつはランクアップコインだからな、あとは順位でね。うん、ということでちょっと超10凸も結構厳しそうだなと個人的に思ってるんでね、結構今回ピンチだなと予想しております。そんな中でピンクエンペラどうしようかね、8凸しちゃおうかなっていうのは、ちょっともうちょっと待っとくか。一応国取りの方でもう負けちゃったんだけどね。ここでヒツと、まあちょっとあれだけどね、ヒツ特徴限界突破の賞は1個加算さしとけば、まあ一応ねピンクエンペラーはこれで8はできるんで、うん、この13で 0. 何パーで9凸して、10凸ヒツを取ってピンクエンペラー超10凸にして調整、うん、6凸にするか、それとも小成功ぶっこんで超限界突破させるかまあ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 、ちょっとなんかねいろいろ考え時だなっていうことで、結構ちょっとねアシュラせっかく強いのにね、強そうなのにちょっと私は厳しそうだなっていうのが今の感触かな、うん、という感じなんですけどね。まあただワンチャンね、ランクアップコインの20個とかだったっけ、でも50個じゃないんだよね、あ50個10個か、そう50個があるので、このワンチャンにかけるっていうのもねありなのかなと思いますけどね。ただ20連では出ませんでしたと。はい、なのでまあ最後までね諦めずにやっていきたいなと思います。うん、ランクアップもね3回目も1位だったんで、うん、どうでしょうね。ピンクエンペラー、うん、まあやってもいいかな。あ、そうだ、国取り、また負けちゃったんだよな。ほんと腹立つで。これでもう、筆も交換できるんでね。ピンクエンペラーはもう、いつでも超10凸とはいけんだけどな。どこしよっかな。アシュラ。アシュラ、超10凸。厳しそうな感じがするな。はい。そしてね、あとはおまけで、シチューの方がね、生の方がね、終わりましたんで、あ、ちょっと最後に、証を一応見て、モーショー君さんね、上げていきましょう。あ、ちげえ、食べ物だ。食べ物ね。食べ物じゃないよ。証だよ、これだ。はい、結構周回したかな。でも金が64個でクリアできるから、やっぱりかなり楽ちんだよね。うん、ということで6クリアしたいと思います。まあこの辺はね今回はあんまり言わなくても大丈夫かな。でもやっぱり結構残してクリアできますね。一種族編成200章とか、うん、1日7回7日目でクリアだからな、やっぱり半分ぐらいになってんのかな、ペースとしては。一応6周目はね戦力3万以上だから編成して海馬ね、あそこがあるんでね、あの降臨イベントでね海馬いますので、ちょっとカッパカコートンがちょうどね、あのカッパカコートン海がねちょうどウサピョンのあれだったんで、ちょうど良かったですね。カイマを倒すとかね、必殺技もこれもあのカッパカコートのとこでやって簡単にできましたね。で一種族で
富士奇跡じゃねえ、不思議で富士奇跡は馬だ、不思議でね、クリアするって形で、うん、やったかな。はい、という感じで、前見せたよね、あの周回の方法ね。うん、なのでちょ、今回はこれでクリアしていきましょう。1日ね、ちょっとね、毎日試練をね間違えてやっちゃったんで、特にないんだな、英雄秘話はな。というわけで普通に7周目になっちゃいましたね、新人祭ということで。7周目は、うん、3万5000になるんでね、8周目から4万か。なんでこの辺、まあ3万5000ならまだギリギリね、降臨があるので、降臨のポカポカ3万5000倒してね、やっていければなと思います。必殺技もね、降臨のとこだったら簡単に、まあ1体でやるとかね、あとはちょっと待って、最後まで見てなかったな。うん、プリッチでとどめだな。プリッチ誰も倒されず系、アイテム使わず系だ。これ一緒なんだな。うん、だからプリッチを使って誰も倒されずにとどめを刺せばいいんだな。うん、なんかアイテムを使わずに誰も倒されずに倒せばいいのかなって感じですね。はい、なのでまあ特に難しくないのかなっていうところですかね。一応降臨の方はここか、じゃねえよ、ここか、降臨の3万5000ね、ポカポカだからゾロ目がね、ゾロ目でいいんじゃないかなと思います。ポカポカ3体いるんでね、まあ、前回はこれで周回したのかな。うん、ザコ引き連れてね、あの猛将軍の必殺技で倒してね、で経験値もね貯めようっていう、こんな、はい、他は弱くてもね猛将軍強いんでね、まあこんな感じで周回すればまた必殺かつね倒して周回できるので、ポカポカはあと袋ジジイ、これも3万5000ねいってるので、まあこんな感じで最高潮はいってないんだよな、ほんと最高潮と表現ながいってないんだよ。だからちょっとな、表現なの方がいいんだよな、ポカポカ。でもこれも3体か、最高潮は、あ、これも3体か、じゃあ別にいいか。うん、なのでまあ降臨があるんでね、8周目も簡単にクリアできそうな感じがします。はい、ということでちょっとね、まだピンクエンペラー日程があるので保留したいなと思います。ピンクエンペラー小生は強いけど、なんかこいつはいまいちな感じはするんだけど、どうでしょうね。うん、だからなんとなく超10突させたくないなっていう感じで、ちょっとアシュラどうなんのかな。はい、ごめんなさい。これで猛将軍どんどん戦力ね上がってきました。5156ですね、いい感じです。はい、このまま上げていきたいです。ちょっとね、果実が足りなくなってきたんで、もうちょっとねグレードが止まっちゃってるんだが、まあすぐね挽回できると思うので、はい、じわじわ強くなってきていい感じですね。将来的には我々のね戦力のリーダーにね、ハグキさん、クツゲンさんともうね一軍なので、一軍のしかもレギュラーだしね、はい、ここの8000までね来てほしいと思いますんで、もうすぐって感じですね。8周目クリアしてきたらね、クツゲンさんが今9周目かな、うん、やってるので、はい、この育成もね楽しみにしたいと思います。クツゲンさんが8周目でね、あ、9周目か。9周目、8周目終わって、小生かだよね。うん。あ、小生の10突が終わるんだよね。なので、9周目で超限界突破だからね。はい。7周目。小生根が1、2、3個あるんでね。うん。楽しみですね。はい。グレードも5が。あるんじゃないかなというところですかね。はい、じゃあすいません、今回ちょっと長くなっちゃいましたが、こんな感じです。皆さんね、
どうですかね。よろしければコメントなどで教えてください。アシュラいけそうかな、厳しいな。はい、じゃあ今回はこんな感じします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、ちょっとミッション迷うね。残り5日間迷えるので5日間でね、ちょっと目処を考えてやろうと思います。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。